はい、皆さんこんにちは、むちこです。今日はですね、ジェックスさんのグラスハーモニー450、こちらにハムスターくんが住んでいるんですけども、よくね、あると思うんですが、ここ、穴開けちゃうんですよ。このここからね、どん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 かじって、この穴を大きくしてしまうんですけど、ここにね、首が入るくらいの大きさになったら、今まではね、買い替えていたんですけど、ちょっとこの穴をね、塞ぐ方法を思いついたので、皆さんにご紹介したいと思います。それでは一旦中に入ってるね、ミケオくんに他の場所に避難してもらって、ケージを一回洗っていきたいと思います。はい、ミケオくんにはこの中で待っててもらいたいと思います。100均で買ったね、虫かごです。ちっちゃいけどハムちゃんにぴったりですね。かわいい。かわいいね、ミケちゃん。はい、ということで、ケージを洗ってきました。はい、この穴の部分をね、塞いでいきたいと思うんですけども、水分をね、ちょっとよく拭き取ります。はい。で、今日準備するものなんですけど、レジン用のね、空枠の下に引くテープなんですけど、こういったものと、あとレジン、あと私はワイプとね、エタノール、この拭き取るキッチンペーパーとかでも大丈夫です。ティッシュだとちょっと柔らかすぎるかな。ここをレジンで塞ぎたいので、あと UV ライトか LED ライトがないとレジンが固まりませんので、はい、このね、穴の大きさ、OL ぐらいのテープを切っていきたいと思います。うまくいけば。動画やる前に試しにやりたかったんですけど、穴が開いてるケージが1個しかないんで、はい。こんな感じでね、テープで塞ぎました。なんでこっち側からね、レジンを入れていきたいと思います。はい、この角度でやるとどん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 下に垂れちゃうんで、一回ね、これを立てます。はい、ということで上からの撮影に切り替えたんですけども、もしね、うまくいかなかったらこのケージは捨てなきゃいけないんで、はい、まず1層ね、薄くレジンを入れていきたいと思います。少しね、爪楊枝とかで誘導してあげます。この時ね、テープをあんまり触るとテープが浮いてしまうんで、はい、これでね、一旦固めます。はい、今ね、1分硬化したところなんですけども、ここをさらにね、平らになるようにもう少しレジンを足していきたいと思います。はい、ということで硬化が終わったんで、テープを剥がします。はい、こんな感じでね、穴が塞がりました。で、これだけだとちょっと心配なので、これをね、つけたい。あ、ちょっと浮いちゃってるな。少し削んないとダメだ。はい、少しね、表面ふっくらしちゃったんで、なだらかにするためにね、紙やすりをかけたいと思います。アクリルの接着を良くするためにも、やすっておいた方がいいと思います。
はい、ということでちょっとね、やすってみたんですけど、結構ね、強度ありそうなんですよね。で、私が今持ってるアクリルのね、板をつけちゃうとこの辺にまでレジンがだれてしまいそうなので、今回はね、ちょっとアクリルなしでいこうかなと思います。で、やすったことによってね、この辺がちょっと白くなっちゃったんですけど、まあ気になる方は磨くね、どん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 グリッド数を上げて磨き上げてもらうと、また白くね、透明に近づくと思います。はい、ということで我が家ではこれでね、これでみけおくんにまたこのケージを使ってもらいたいと思います。はい、みきちゃん、はい、みきおくん、これであそこがかじれなくなったんじゃないかなと思います。強度とかについてはね、またもしこれが破られてしまった場合は第2弾として動画にしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。はい、ということで、ちょっとね、説明不足だったかなと思ったところが何箇所かあったので、絵を描いて説明したいと思います。はい、私絵はとっても下手くそなんですけども、頑張って描きたいと思います。はい、こちらグラスハーモニーの穴の部分になってて、ここにね、水入れとかを刺す穴になってるんですけども、普段はキャップをして穴が塞がってる状態なんですが、この隙間からね、ハムちゃんがかじっちゃって、どん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 穴が広がっていっちゃうっていう感じになってます。で、ここからね、顔を出して脱走してしまうので、今日私がやったのは、ここにね、まずテープを、ここにね、まずテープを貼りました。はい、でレジンをですね、まず最初にイメージ的にはこの辺まで一回入れて、私が使っているライトは LED ライトなので、まあ、仮硬化で30秒ぐらい硬化しました。はい、でここが固まったところで、このここまでね、もう一度レジン液を入れて、はい、硬化させたんですけども、最初はね、ここに板を貼り付けるつもりだったので、このちょっとふっくらしたところ、ここね、この部分を削ったんですね。で、板を貼り付けようと思ったんですけど、私が持っているヤスリがあまりね、目の粗いものじゃなかったので、綺麗に平らにできなかったんです。なんでこれを貼り付けるのを一度やめてみて、ここの隙間を埋めたレジンだけで穴埋めを完了しました。はい、少しね、ちょっと分かりづらかったんじゃないかなと思ったんで、補足で説明でした。分かんないことがあったらコメントで質問してください。